フォードマスタングコブラは、フォードモーターが、かつて製造、販売していたマスタングの高性能モデルである。1993年に4代目マスタングで、初登場して、以来、翌年のフルモデルチェンジ後も変更を繰り返しながら、継続して生産され、フォックス4プラットフォーム最後の年となる2004年まで、存在していた。コブラは、キャロル・シェルビー率いるシェルビー・アメリカンが使用していた。 名称だが、第3世代、第4世代のマスタングコブラの開発にシェルビーは関与していない。フォードの SVT によって生み出された経緯から、本国では、マスタング SVT コブラと呼ばれている。日本への正規輸入は1996年モデルから開始され、1999年モデルまで継続された。マスタング SVT コブラマスタング SVT コブラ。 r ックスプラットフォームで1979年にデビューした4代目マスタングの最終年となる1993年モデルでラインナップに加わる。高出力版の V8.5、レイローフエンジンや専用セッティングの足回り、エアロパーツなどが装備され、性能、外観ともに標準仕様のマスタングとは区別されていた。他、モータースポーツベース仕様として、ラジオやエアコン、 後部座席などを省略したコブラ R も少数生産。生産台数は5100台。内訳はコブラが4993台。コブラ R が107台。マスタング SVT コブラマスタング SVT コブラ R1993 年にベースとなるマスタングのフルモデルチェンジを受け、1994年モデルの中途より追加。エンジンは 240PS の V8.5。 低ローフエンジン、5速マニュアル、足回り、フロントバンパー、アルミホイールなどが専用装備として与えられる。1995年には、コブラ R が250台限定で発売。エンジンは 300PS の V8.5、8ローフが搭載された。1996年、エンジンが伝統のオフから DOHC へと変更になる。ブロック、ヘッドが共に、 アルミ製となり、ブロックはイタリア製、カムシャフトはドイツ製と輸入部品を使用している。排気量は4.6リットルへとダウンするが、可変バルブの搭載などによる高効率化の恩恵で出力は一気に 309PS へとアップ。ミッションは同じ五足マニュアルながら、ボルグワーナー T45 へと進化している。外装ではリアバンパー、 ボンネットもコブラ専用品に変更された。1999年にはマスタングのマイナーチェンジにより、コブラもボディパネルを一新する大幅な刷新が行われる。通常のマスタングとの外観上の違いは、フロントバンパー、リアバンパー、ボンネット、アルミホイールなど。エンジンは前年と同じ排気量のまま、320PS へとパワーアップ。 ミッションは1999年は、前年に引き続きボルグワーナーの T45 だったが、2001年には、トレメックの3650へと置き換えられた。2000年には再びコブラ R が復活し、エンジンは5 4リットル 385PSA と、大幅に引き上げられている。大型のフロントスプリッターとリアウィングが、外観上の特徴。 2000年モデルでは4.6リットルエンジンにスーパーチャージャーを装備し、出力は 390PS まで到達。ミッションはドレメックの T56。コブラが下級機を装着したことにより、それまでのコブラが担っていた自然吸機のハイパフォーマンスバージョンとして、マッハ1の名を冠するモデルが復活。2005年にフルモデルチェンジされた6代目マスタングにおいて、 コブラの名を冠するモデルは設定されず、代替としてシェルビー・マスタングが登場。社名にコブラの名称は消えたが、ボディ各部にコブラエンブレムが配されている。ありがとうございます。